はい、どうもゆうたです。今回ですね、まずちょっとオイル、ミッションオイルの話なんですけど、結構ね、EJのエンジン TY85 とかだと思うんですけど、結構ギアなりが多い方、結構やっぱりね、車載動画見たりとかすると鳴ってる方かなり多いんで、ちょっとそれを改善しようってことで、まあオイルね、去年1年ぐらい前にもちょっと紹介したんですけど、またちょっとね別の、今回はオイルになるんですけど、ガレージ山号さん GY75W90LSD というね、ミッションオイルがちょっと出来上がって、まあその結構熱入ったサーキット走行とかなどでの、高負荷かかった時のフィーリング、ギアなりの対策っていうのでちょっと出来上がったオイルなんですけど、まあこっちもね、こっちでストリートの方とかにはすごくフィーリング合うんですけど、ガチ勢のちょっとサーキット勢の方たちに向けてちょっとこっちのオイルもできたということで、ですね、実は僕ちょっと昨シーズン中は、これのテスト車両として、ずっと入れてました、こちらのオイルで。まあ改良も重ねてちょっとようやく出来上がったオイルなんで、で昨シーズン僕の動画見ていただければギアなり全くしてないの分かると思うんですけど、その前のシーズンかなは結構ね、ガリって言ってギア鳴ってたと思うんですけど、今回見ていただければ全く鳴ってないのが分かるんで、ちゃんと動画でもね証明できてるとは思うんですけど、今回これでちょっとミッションオイルね出来上がったので、でまあ今弦に入れててすごくフィーリングがいいので、もう僕これしか使ってないんですけど、ちょっとねギアなりでお困りの方にはちょっとぜひこちらを入れてほしいなという感じです。で、あとこちらにギアオイル添加剤っていうのも、前回前の時にもちょっとね紹介したんですけど、ちゃんと製品としてこちらも出来上がってるんで、かなりやっぱりフィーリングギアなり収まるんで、ちょっとね、こっちの方が、ストリート向けがハッピーセット1っていう感じで歌ってて、こっちはハッピーセット2サーキット向けの感じで、ちょっと山子さんとこでちょっとラインナップとして、出てますんで、本当にちょっとギアなり問題結構 RRX 乗ってる方多いと思うんで、ちょっとね、騙されたと思って一回ちょっと使ってほしいなと思ってます。で、まず大前提にちょっとまあギアなりっていうことは、まあね、ギアのミッションの調子が悪いっていうことは 大前提なんで、もちろんオーバーホールねしたりすればいいかなっていうのもあるとは思うんですけど、ただこのオイルをね入れてね、そのギアなりがねやっぱ良くなって、オーバーホールしなくても、あ、やっぱりいけちゃうじゃんみたいな感じの流れがね結構多かったんで、そのもちろんギアのコンディションが良くなるとかそういう意味ではないんで、そのまあオイルでどれだけその劣化、摩耗を騙せるかみたいな感じではあると思うんで、まあ 100% ねもちろん治るとはね言えないんですけど、やっぱり結構良くなったっていうね、もうこのオイル入れてる方何人かいらっしゃるんで、結構その皆さんの声も聞くとやっぱり良くなったっていうのは実際にあるんで、ちょっと一回その騙されてみて、そのあオーバーホールしなくていいじゃんっていう感じになったらね、オーバーホールしなくても済むんで、ちょっとその辺をねちょっとお伝えしたいかなという感じです。